クライマックスシリーズファイナルステージ MVP 山川穂高選手です。ありがとうございます。おめでとうございます。ありがとうございます。山川選手はクライマックスシリーズ3試合で3ホーマーを放つなど存在感を存分に発揮。 MVP にも選ばれた不動の4番にとって大きかった一打とは。伊藤投手から打ったセンターオーバーがすごい球を今年特に投げてるピッチャーでしたので、まあ、その、まあ、インコースめがけたシュートはまあ甘く入りましたけど、まあ、そこをセンターに打ち返せたので、あの流れに乗れたかなと思います。どんな気持ちでそのこのファイナルに向かっていこうと思ったんですか。はい、やっぱでもフェニックスリーグに、まあ、最初行かない予定だったんですよね。ああそうですか。であのちょっと考えてみたときにちょっと走ってキレをやっぱ出すべきなのかなと思ったので、うん、太陽の下で、まあ、2軍の選手も一緒に、うん、バッとこう走ってで、まあ、もう一回、まあ、そこで体を作ってここに来たいっていう意識があったので、まあ、それが今回はもう特にうまくいったかなと思いますね。これホークスというチームでこの全試合4番で出場、はい、完走したというこれはあの始まった時にも自分でそう思ってたんですか。そういうことは思ってました。思ってました。はい、あのただそこになるまでにはやっぱ数字をちゃんと残さないと変えられるとは思ってたので、まあ、途中かなり我慢してもらったとは思うんですけど、あの数字自体は納得してないですが、あのやっぱホームラン王と打点を取って、チームが優勝してなおかつ全試合4番でいくっていう、その自分が最初に頭でイメージしたことっていうのはあの叶ったので。6月かな、非常に苦しい時期があって、はい、でも監督からその時こういろいろと話をしたと思うんですが、はい、あれですね、そのオールスターの時に食事に連れて行ってもらった時は、うん、まあ、逃がさんぞって言われて、うん、4番からね、はい、4番からお前は逃がさんって言われて、うん、まあ、逃がさないっていう言葉ってこう、まあまあ、僕の捉え方ですけど、やっぱプロフェッショナルな感あの言い方だなと思ってて、まあ、あの変えないぞとかそういうことではなくて、やっぱ逃がさない、まあ、まあ、ってことは逃げられないっていうことにもなるので、うん、そうね、まあ、だからそこでまあビシッとこう来たのっていうのは、あ、気持ちの中に来たっていうのはあります。はい、だからその山川選手だからこそ思うこの理想の4番っていうのは、うん、どういう4番ですか。僕は長嶋茂雄さんですね。どういうところで。あの4番の概念って今変わってきてるじゃないですか、うん、時代的にも、はいはい、僕はそれは個人的には納得してなくて、うん、やっぱりチームの勝ち負けに大きく左右する場所であり、うん、なんかまあ打てばこういうふうに喜んでもらえますけど、うん、まあ、打てない時っていうのはものすごいやっぱり言われる、うん、まあ、お前のせいで負けたんだって言われる場所でもあるので、責任がある場所なんだ、はい、4番目じゃなく中心なんだという、はい、うん、なのでそういうのは僕は、まあ、意地というかプライドを持ちながら小学校から打ってきたので、うん、はい、なのでやっぱり4番以外っていうのはあんまり打ちたくないですし、うん、4番の概念はちゃんと持っときたいですね。初めての日本シリーズになるわけでしょ、はい、あ、そうですね、はい、フェニックスリーグ行く行かないか分かんないけど何をどんだけやりたいですか。自分が描くベストな準備っていうのはもう今でもこう、はい、頭に浮かんでるので、それを最大限して、まあ、あとはもうなるようにしかならない、まあ、と思うので、もうタイミングを合わせて振っていくだけです。その結果CS もあれこれ考えてないので、まあ、タイミング合わせて振っただけなので、またね、日本シリーズ初ですけどもね、はい、期待しております。ありがとうございます。また聞かせてください。はい、また4番の考え変わったら、はい。